はい、皆さんこんにちは。またお目にかかりましたね。鈴木長治がビートルズの出演した映画仮面作品を紹介するシリーズ、今日は3作目のビートルズが自分たちでコースを練って作った作品、1967年のマジカルミステリーツアー。これは、イギリスで初めて67年の12月に公開されたテレビ放送のテレビ映画なので、スクリーンでは出てないの。でも日本では日本公演が66年に、ちょうど今から55年前にあったんだけども、その翌年の67年68年に武道館で公開してます。で、この作品は実は一つビートルズに不幸な出来事があります。それはマネージャーブライアン・エプスタイン、ビートルズを世に送り出したマネージャー、ビジネスマネージャーが急死してしまった。それがすごく一つの原因になってるのね。で、彼がいなくなってしまった、まあ、ツアーをやらなくなってしまったんだけども、ビートルズはそのツアー活動を終わってしまった後のビートルズが何をしようか考えた末、ビートルズが監督として4人がクレジットされている。最初の作品のハーデイズナイトと2作目のヘルプとは違って、このマジカルミステリーツアーはビートルズ自身が監督のクレジットとして記されているわけで、カメラワークとかアートもすごく洗練はされてるんだけども、まあ、どちらかというとこの作品があまりにも洗練すぎていたため、当時ね、イギリスではなんと12月の25日 BBC で放送されたんだけども、なぜか分かんないけども白黒で放送されたのね。白黒ではやっぱりこの映画の良さは伝わらない。何やってるんだ、何を言いたいんだ、意味が分からないというふうにやたらと叩かれた。ところがこの映画、実はカラーで見るとすごく洗練されてて、アートフィルムとしては最高だというふうに言った。後のあの名監督になるスピーブン・スピルバーグ、彼もね、スピルバーグもこの映画、この頃、学生の頃に見て、なかなかいい、シュールだっていうふうに評価を得てたみたい。私もこの映画、まあ、50数分、そんな長くないんだけども、1時間も足らずなんです。ないんだけども、この映画を見てね、映像作品としては素晴らしいと思った。で、曲自体も、ビートルズは活動しなくなったんで、曲調もどんどんと幅広くなっていく。これもなかなかいい。映像作品もいいし、そして隣に今回載っているこの映画のサントラ、これもね、なかなかいいアルバムとして出てる、うまくできてる。で、主なこのアイデアというのはポール・マッカートニー、ポール・マッカートニーが主に仕切ってアイデアを出して、もうビートルズの後期はポール・マッカートニーが主導権を持っていたから、彼がね、ずっとアイデアを考えて、ここはこのシーンだというのを、ここはこのシーンを入れたいとかいうふうにアイデアを持ち出して完成させた作品で、この映画ね、面白いのはまず俳優の名鑑をリンゴがいろいろと見たりして、で、この人をつけよう、この人を起用しようというふうに見て、で、太った女性、この人をリンゴのおばあさん役に使ったわけね。これが、アンティ・ジェシーおばあさん、それからミスター・ブラッド・ベッセル、この人もよくわからない。ブラッド・ベッセルというのは英語、日本語に訳すと血管、血管さんなんてそんな名字の人いないよね。これがね、もうあまりにもシュールすぎるね。それから他にも足の長い短い、人、男の人が出てきたりとか、ユニークな小さいニコラっていう子供、このがね、なかなかいい演技をしてる、可愛らしい、素が出てる。まあ、演技というよりもどちらかというとこうジョン・レノンとジョージ・ハリスンとこうじゃれ合ってるところがいいね。バスの中でジョンがいいものをあげるって言って風船プレゼントする、で、風船を膨らますんだけども、自分でやってみるって言ったらノーって拒否するのね。これが可愛くて可愛くてしょうがない、たまらない、たまらない、いいね、子供っていいね、可愛いね。で、その映画のシーンの中で急に早口の軍曹が出てくる。で、この早口の軍曹というのが前作とその前々作にも出てきたビクター・スピニティ、これが早口の軍曹で、ポールが軍曹役の司令官、
ポール・マッカートニーがその司令官をやってるわけ。この2人の掛け合いっていうのが何とも言えない。でぶっ飛んでなんか急にマラソンのシーンになってしまう。もう完全にマジカル、もう魔法にかかってる。実はこの魔法を操っていたのがその魔法使いの5人いて、でその4人がビートルズのそれぞれのメンバーが地上に最後エンディング降りるんだけども、そしてもう一人がマル・エヴァンズで、このマル・エヴァンズっていうのがビートルズのロードマネージャーをやっていた人物で、ファンの間でも有名なんだけども、ビッグマルと言われてる。で彼が実はビートルズの前作のヘルプにもドーバー海峡どこですかっていうのに泳いで出てきている、跳躍出てる。で今回も跳躍で、次は何をするんだ、そして歌を歌うんだ。すると彼が、ああ歌かって言って勝手に歌い出しちゃう。そしたらみんな止められて、違うバスのみんなが歌うんだというふうに、最後は歌のシーン、そしてストリップシーン、ストリップシーンたまんないね、うん、そして最後は Your Mother Should Know で階段の降りていくシーンで、これは実は本来はハリウッドのスタジオを使ってセットを組んでやる予定だったのが、スタジオの予約が取れなかった。残念だねこれ、悔しい。でどうしようか。でこの映画のシーンの中でカーレースのシーンが出てくるんだけども、このカーレースの場の横に格納庫が、飛行機の格納庫があるのね。でそこで急遽撮ってセットを組んで撮影したのが最後のエンディングのシーン。これがねなかなかいい素晴らしいシーンになってます。最後まで53分間短い作品ですけども、ぜひ見てもらいたい、聞いてもらいたい。サントラも合わせてぜひ、この作品は素晴らしいアート作品になってるから見てほしいです、ね、最後まで楽しんでください。特に I am the Walrus っていう曲、これねすごくシュールでね、歌詞が意味が分かんないんだけども、ゾクゾクしますね。聞いてるとビートルズいいですね、素晴らしいですね。最後までこの映画楽しんでくださいね。そして感想コメントあったら書いてくださいね。それでは今日はこの辺で、ではまた次回の作品でお会いしましょうね。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。